皆さんこんにちは、小島春菜です。私は今ですね、パリに来ています。パリのホテルのバルコニーにいるんですけど、すごいね、景色がいいですよ。感じ、日本からもうここぞという時に食べようって思ってた大事なものを持ってきているので紹介します。こちらです。じゃーん、こちら日本から持ってきた味噌菌です。こちら皆さんご存知の通り、味噌菌さんが手掛けるラーメンの味噌菌、この味噌菌の味噌菌飯を日本から持ってきました。やっぱりヨーロッパに何日も滞在してると日本食がすごく食べたくなるので、すごいね、工事中なんですよ。聞こえるかな。味噌菌さんにギフトでいただいて、それで食べてみたらすごく美味しくって、一時期ハマって毎日食べてたんですけど、自分で食べたりとかお友達とかこれよかったらって渡してたら、ついに最後の1個になってしまいました。こんな貴重な味噌菌を一番食べたい時に食べたいなと思って、今回この旅行に持ってきました。最後猫だよ。で、今お湯入れたんで、そろそろ5分なんでね。見えるかな、みんな。あそこにね、エッフェル塔が味噌菌にフォーカスあっちゃってる。ここに置かせてもらおう。味噌菌のインサート撮りしてます。これは今物撮りしてます。かっこいいな、いい感じ、いろいろ撮れました。インサート撮り私大好きで、すごく得意なんですよ。写真も撮って、こう何かに使うかもしれない。ちなみに夕方の5時頃で、ちょうどなんかお腹空いてきた時間です。それじゃあ早速いただきたいと思います。でスプーンしかなかったので、味噌菌の特選香味油、これがもう美味しそう。あ、いい香り。うわ、いい香り。一番美味しいやつだこれ。いただきます。うん、美味しい。なんか一番好きな味。おいしい。めちゃめちゃおいしいです。なんかこのお米の感じ、ずっとイタリアに行ってたので、リゾットみたいな感じで、すごくおいしいです。逆に日本で食べるよりもなんかありがたくいただける感じがします。本当に100倍おいしく感じる。正面にセーヌ川、右手にエッフェル塔をいただいております。お先いただきましたってアップした時に、食べる動画アップしてくださいっていうコメントもたくさんいただいたので、まさかそんなところで撮ると思わなかったんですけど、ちょうどいいもの持ってきたと思って今撮影急遽してます。本当に美味しい。こういうなんか付属の何か入れるみたいな本格的なやつはあまり食べたことがないので、すごく美味しくてハマってしまいました。入手困難で、味噌菌自体はこの後食べることがなかなかできないと思うので、おすすめのカップ麺があったらぜひ教えてください。ガチでおすすめのやつお願いしたい。いっぱい食べ比べとかがなんかあんまりできないと思うから、ガチでおすすめのやつ教えてください。プライスはもういくらでも OK。 みんなのイチオシを教えてください。ぜひ。ちょうどお部屋にいただいたワインがあったので、乾杯。チャーズ。赤ワインともよく合いそうです。全然知らないけど、パリでは何を食べてたかというと、もうずっと日本食を食べていて、で本当に日本食たくさんあるのでいっぱい行きました。本当にもうずっと炭水化物を取ってたので、帰ってからいっぱい動かなきゃ、 Vlog たくさん撮ったので、そちらもぜひ見ていただきたいです。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。じゃあ最後に景色見てもらおう。右側が工事中、セーヌ川がちらっと見えるかな。セーヌ川クルーズみたいなのみんな並んでますね、あそこに。こっちはエッフェル塔が少し遠くにあります。こんな眺めの素晴らしいところからお届けしました。
最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。